はい、ということでさ、今日何やるかっていうと、 TBS のアナウンサーの安住さんいいですか。安住さん、わかりましたよ皆さん。安住さんね、男性アナウンサーの安住さん、もう長いことねやってるかみんな知ってると思うんですけれども、今日はですね、あの安住さんがですね、なんとなのかな、 NHK についてちょっとねいろいろ喋っちゃったんですよ、ぶっちゃけたんですよ。でこれからですね、結構ぶっちゃけた本音をね喋ってしまって、まあ、ちょっと話題になってるわけですよ。まあね、安住さんが言ったことはこれはね正しいのかどうか置いといて、結構本音というかね、いろいろ喋ってるんですよ。これね、安住さんのラジオ、冠番組っていうのね、冠のラジオだからね、できた発言だと思うんですよ。ラジオでね。テレビとかだとちょっとできない発言だと思うんですけれども、これ、ラジオでね、言って、まあ、結構話題になってると。はい、ってことでね、とりあえず安住さんですけれどもね、なんて言ったのか紹介していきますね。これがですね、こうあります。TBS の安住紳一郎アナウンサーが、2月20日、TBS ラジオ、安住紳一郎の日曜天国に出演し、北京オリンピックの放送に関する話題に触れたと。踏み込んだ発言が混じったその内容に多くの反響が寄せられた。どのような話が展開されたのかってありますけれども。で、これからですね、安住さんっていうと TBS のですね、オリンピック番組の総合司会とかね、そういったこともやってた人らしいんですよ。だからちょっといろいろね、もやもやっていうかね、思うことがあったと。で、このですね、さっき言ったラジオ番組の冒頭でこうあるんですよ。番組の冒頭では、オリンピックの放送体制などに対し、次のように言及した。もうだからね、ラジオ番組のオープニングトークの部分なんですよ。ここで、一気にですね、本音をぶっちゃけてるんですけれども、これがですね、こう言ってます。あ、ここからもうですね、安住さん自身の言葉なんですけれども、こう言ってます。得するのは NHK だけだよ。五輪を一緒にやろうって言ってさ、お金を出しといて、民放が放送する種目は、裏の BS チャンネルでやるっていう、さ、みたいな。これだからですね、オリンピックの放送のために、NHK からですね、一緒にこう、放映権料をね、買おうよって、まあ、NHK の方から言われて、民放と一緒にね、NHK で、まあ、みんなでね、お金を出したと。で、一緒に放送しましょうってなったんだけれども、でもこれですね、NHK も民放もお金出してるんだけれども、まあ、お金出してね、オリンピックの放送してるんだろうけれども、なんか NHK はメインのですね、地上波で流して、で、民放はですね、あんまりちょっと人が見ていないような、BS 放送でやってるっていうね、そういった愚痴ですね、これね。僕ちょっとね、テレビが家にないんであんまわかんないんですけども、そうなってるんですからね。で、それについてですね、さらに安住さんはですね、こんな風に続けていってるんですけれども、なんていうやり方だ。今日もどうせ NHK 総合で見てるんでしょ？知ってるんだから、民放テレビなんて潰れればいいと思ってるんでしょ？すぐみんな言うもんね。スポーツは NHK で見た方がいいんだよ、みたいな。見ればいいじゃないの。民放テレビ、ラジオがなくなって、どんな感想を抱くか思い知ればいいわ。って感じでね。ちょっとこれ安住さんが言ってるんですよ。安住さんがちょっとおねえ言葉みたいな感じで言ってるんですけれども、だから多分ね、おねえ言葉で言うとちょっと軽めになってね、逃げられるんじゃないかと、許されるんじゃないかと思って言ってると思うんですけれども、ちょっとかっこ悪いなと思いましたけれども、わかんないですよ、この番組の中でいつもおねえ言葉使ってたらちょっとわかんないですけれども、僕はそういうイメージをね受けたんですけれども、ということでね、結構これね、内容ぶっちゃけましたよね、本音というかね。なんかだからね、民放の五輪番組をね見ないとか、民放なんて潰れればいいってみんな思ってるんでしょとかってね、そういうふうにね思われてるんでしょって感じでね、ぶっちゃけてるんですよ。で、なんかですね、この日はですね、これ昨日なんですけれども、このね、ラジオの放送中の時間帯っていうのはですね、だから安住さんのラジオの、多分生放送かなんかなんですかね、生放送か収録か分かんないですけれども、安住さんのラジオが流れる時間帯はこれね、こういった感じでした。この日は同時刻に注目のカーリング女子の決勝が行われていた。それを踏まえ、安住アナはどうせ今日なんて誰も聞いてないんだから私の思いの丈をいっぱい述べちゃうわと、同番組ではおなじみの自虐交じりのコメントで笑いを誘ったと。まあ女子カーリング人気ですからね、余計ねラジオ誰も聞いてないんだろうって言ってるっていうね。まあね、そんな感じなんですけれども、それでまあちょっとみんなの反応ですけれどもね、ツイッターではめちゃくちゃ笑った、本音すぎて面白いなどと多くの反応があったと。これね、後でちょっとね、こういった反応だけじゃなくて、ニュースについてた、このニュースについてたコメントも紹介しますね、後で。で、記事にはこうあります。安住アナが指摘したように、同じ競技が NHK と民放で放送される場合、NHK での視聴を選択する人は少なくない。これはオリンピック放送に限らず、例えばプロ野球の日本シリーズや J リーグの注目試合などにも当てはまる。で、これについてちょっと解説してくれてるんですけども、記事でね。なんでね、なんで NHK でね、見る人が多いかっていうと、こういうふうに書いてありました。NHK での視聴を選択する理由として、民放の場合は途中でコマーシャルが入ることを挙げる人も多い。他にも、北京オリンピックでも試合やインタビューの途中でコマーシャルが入り、放送が途切れたことが実際に見受けられた。で、そしてですね、これもね、大きな理由の一つだと思うんですけれども、他の理由としても、なんでね、なんで NHK を見るのかですけれども、また、民放の放送は試合前の無駄に長い VTR が嫌いという指摘もある。
だからですね、まあ試合だけ見たい人にとってはこれね、CM とか、あと無駄にですね、試合が始まる前に、何ですかね、特別番組じゃないですけれども、ね、試合前のですね、映像が長すぎて、それいらないだろうって人もね、そういうのがね、こう NHK を見に行く理由になってると。民放ではそういったのが入ってると。CM と、だから試合前の無駄な煽りというか、それは長いってことなんですよね。まあ全部が全部無駄ってわけじゃないでしょうけど、そういうの嫌な人がいるとね。あとですね、他にも言っていたのが、あれですよ、僕もね、ちょっとこの安住さんのラジオのね、まあ最初の方だけですけれども、その辺全部聞いたんですけれども、他にもですね、安住さんが言ってたのが、これですね、ちょっと NHK に関係ない部分なんですけれども、こうも言ってました。本音まじりのオープニングトークはさらに進んでいった。次に飛び出したのは SNS での誹謗中傷や悪口に対する試験だった。で、なんて言ったかっていうと、今はね、いろいろな意見を言うことが自由になっていますけどね、スポーツ選手とか芸能人とかの悪口というのは SNS に書き込んではいけないというコンセンサスが取れてきていますよね。いいことだと思います。ただ、安住さん的なんですね、こう続くんですよ。これ安住さん言ってるんですけれども、スポーツ選手にインタビューするアナウンサーの悪口は書き込んでもいいらしいじゃない。おかしいよね。なんでかなって思います。これね、安住さんこう言ったんですけれども、そうかなって思うんですけれどもね。別にね、これ、別になんだろう、こう、芸能人とかスポーツ選手、そしてアナウンサーも同じじゃないのかなって思っちゃいますけれどもね。アナウンサーだけね、誹謗中傷していいってことはないと思うんですけれども、まあ、安住さんそう言ってるんですよ。で、これがね、多分こういった意味かなと思うのが、これがですね、実際に北京オリンピックの期間中、アナウンサーの実況や放送の進行に対する批判は、ツイッターなどの SNS で数多く投稿されていたと。っていう感じであって、だからこれ多分ね、オリンピックの時は、まあちょっとしょうがないかなと思うんですよ。例えばですよ、これね。じゃあこれオリンピックのですね、スキーとかがあって、でね、スキー選手についてはあんまりこう、非難とかね、ちょっときついコメントし来ないじゃないですか。そのスキーのね、ジャンプが上手くても、そのジャンプで失敗してもね、まあ、選手が一番落ち込むでしょうから、まあ、だからね、スキー選手は確かにね、そうオリンピックのね、番組とかやってても、スキー選手に対する誹謗中傷ってあんまないと思うんです。そんなにね、多くはないと。で、かたやですよ、実況してるアナウンサーとかがね、まあ、それに対するね、例えば実況が下手だとかね、まあ、好みじゃないとかね、そういったコメントとか確かにスキー選手と比べると来ると思うんですよ。あ、もちろんこれあれですよ、誹謗中傷っていうライン、ね、ラインを超えてるのはダメですよ。単純に悪口とかね、そういうのはダメだと思うんですけれども、ちょっと批判的なのとか来ると思うんですよね。まあ、それはやっぱね、これ選手と比べたらね、出るだろうって思うんですけれどもね。だから、選手はですね、これスキーの競技をしてるわけで、なんですかね、失敗してもそんな批判されてないと思うんですけれども、じゃあアナウンサーがね、選手と同じ感じで批判されるのがいいか悪いかとかね、それちょっとなんか別の話じゃないのって思ったんですけれどもね。あ、だから繰り返しますけど、誹謗中傷まで言ってたらダメですよ。だからスキー選手はね、うまく滑っても失敗しても批判されないに対して、アナウンサーはなんか批判されるってね、なんかちょっと別の話じゃないって僕ちょっと思っちゃったんですけれどもね。で、まあですね、そういった感じで、安住さんの冠番組のラジオ番組、これでオープニングトークですね、いろいろ話していて、で、こういうふうに締めくくられてます。ニュース記事ですけれども、これがですね、安住アナはいろんなことを考える朝です。とした上で、今日番組をお聞きの皆さんが本当のお客様です。とだからまあ、女子のカーリング見に行ってなくてね、安住さんのラジオ番組聞いてくれる貴重なお客さんってことですね。で、同番組でたびたび聞かれる恒例の言葉で冒頭のトークを締めていたと。まあ、こういった記事があったんですよね。っていう感じのね、まあ、こういった感じの話題、ニュースなんですけれども、ちょっとこれはですね、僕の感想を話させてもらうとですね、これね。なんかさっきあったじゃないですか。民放テレビなんて潰れればいいと思ってるんでしょって安住さん言ってるんですけれども、自虐的にね。それはね、安住さん TBS のアナウンサーじゃないですか。それはやっぱね、サンデーモーニング流してるとね、それは言われるよねって。これ僕のね、僕個人の感想です。だってね、あんなね、日本一のね、変更番組とかやってるとね、そら、みんながね、悪くなくてもね、別にだから他の TBS の人とかね、TBS の番組が悪くなくてもね、やっぱりサンデーモーニングとかやってるとね、それは言われるよねっていうね。なんかそれでね、民放テレビなんて潰れればいいと思ってるんでしょってあれでもね、サンデーモーニングやってたらそらね、言う人もいるでしょって感じですよね。あとですね、他にもあった、民放テレビラジオがなくなって、どんな感想を抱くか思い知ればいいわってね。だからみんなね、なんだかんだテレビとかラジオにね、文句言ってるけれども、テレビとかラジオはね、なくなった時にね、まあラジオなくならないと思うんですけれども、なくなった時にね、なんか思い知ればいいわって言ってるんですけれども、なんかね、別にまあ、民放と NHK を分けて僕らはね、批判してないですよね、多分ね。これもしもですよ、今後本当にね、テレビとかラジオがなくなるのであれば、それは単純にですね、なんでなくなるかっていうと、これ、需要がなくなったからね、なくなっちゃうわけじゃないですか。だからね、これ、別にね、需要がなくなったからなくなるわけですから、だからね、需要がなくなってなくなるんだから、誰もね、ちょっとね、別になくなってもね、思い知ったりとかしないと思うんですよね、これ。だってね、思い知る人がいなくなっちゃったから、これ、需要がね、なくなって、それでテレビラジオがなくなるわけですからね。っていうのを僕はちょっと思ったんですけれどもね。
別に誰も思い知らないと思いましたけど、亡くなるんならですよ。まあだからね、代わりのものができたから亡くなっちゃうわけですからね。あれか、まあそんなね、そんな正論は言わなくていいか、俺ね。はい、ということで、じゃあここからですね、このニュースちょっとね、コメントは気になりません？僕ちょっと気になったんですよ。安住さんこういう風に喋ってね、なんかさっき一部ね、ちょっとツイッターの意見とか紹介されてましたけれども、これね、ニュースについてたコメント、これちょっと気になりません？なりますよね。これちょっと紹介してきたんですけれども、だからですね、安住さんがね、こんな感じでぶっちゃけトークをして、みんなどう思ってるのかね。だからこう、NHK についてね、いろいろ擁護なのか、批判なのかとか、あとですね、安住さんがね、言ったことは正しいとね、支持されてるのかどうなのか、そんな感じですよね。これちょっとね、見たんですよね。これね、まずちょっとね、コメント見て驚いたのが、これね、もう全員って言っていいぐらい、このニュースについたコメントっていうと、長文コメントばっかりなんですよ。びっくりしたんですよ。なんかね、ほんと嘘みたいに全部ね、長文コメントでしたよ、これ。これね、ちょっとね、パパッと見てください、まずこれ。これね、上に表示されてた上位ね、上位に表示された10ですけれども、こんな感じです、これ。こんな感じ、パッ。はい。はい。はいって感じです、これ。どうですか？見事に全部長文コメントでしょ。僕びっくりしたんですよ。なんでかなっていうぐらいね、これ。こんなバカだったっす。でちょっとね、もうさすがにね、いっぱい紹介しないです。もういくつかしか紹介しないですけれども、3つぐらい紹介しておきます。パッといきますね、これ。はい、まずこれです。読んでいきますね。これがですね、安住さんの意見、今回はややずれ感があるなと。NHK と民放では、そもそも放映権料の負担率が異なります。NHK70%、民放連 30% ってことで、だから NHK が1社で 70% 出して、あとはですね、各局出してるんだけれども、それ多分ね、トータルして 30% ってことなんでしょうね。そういったことあると思うんですけれども。だから、東京五輪でさえ民放側は赤字だったと発表してるくらいですから、今よりも負担率を上げることはないでしょう。まあ、とにかくね、NHK がいっぱい出してるってことで、で、逆に言うと、NHK はより多く負担している以上、きちんと放送しないと責任を果たせません。その上で民放については、タレントに頼る構成も前時代的ですし、肝心の現地に派遣されたアナウンサーも、何かと爪痕を残そうと必要以上に出しゃばる人が悪目立ちしていました。まず、寄り添うべきは選手と視聴者なのに、事前に用意していたと思われる余計なコメントを得意げに繰り出したり、その割に肝心の実況内容がめちゃくちゃだったりしては、それは評論の対象として批判されてしまうでしょう、と言ってますね。あ、論評の対象としてね。はい、次ですけれども、アナウンサーにおいては明らかに NHK と民放のトーン&マナーに差があると感じます。民放はとにかく絶叫で連呼、加えて同じ文言の繰り返し、ひどい時は選手の名前ばかり大声で連呼する、視聴者でも見りゃわかるよ、的なレベルが多すぎますね。中には藤野高坂さんや引退した酒井さんみたいなテンション上がっても落ち着いて実況される方もいますが、本当に少ないと思います。加えて解説者の人選も NHK は長けていると感じます。なんかすごい NHK は今回褒められてるんですよ。まあオリンピックの場合はいいんでしょうね。でその道のプロ、そして公平な語り口調は聞いてて勉強になります。その点民放ではアスリート上がりのタレントが務めるケースが多く、人気優勢のため意外に説得力に欠ける方が多いですね。視聴率を求めるスポンサーありきの民放では仕方ないことですが、まあそういった理由もあるとね。はい、最後。この記事の中にある通り、民放は CM が入ることと、競技開始前の下りが長くて、いつから競技が始まるのかよくわからないですね。それで結局 NHK に変えてしまう。実際に競技が始まる少し前の時間から、オリンピック番組やればいいのにな、と思う。競技開始の1時間も前に、今までの奇跡とかやっても、そんなに長く見せられたら飽きてしまう。CM も長いし、ただスキージャンプの小林陵侑選手の試合の時は、解説が小林選手の師匠である葛西選手だったので、ここはフジテレビで見ないと、と思ってしまいました。まあだからね、ちゃんといいなっていう時は民放で見るってことですかね。で、葛西選手がインタビューした時の小林選手の表情がなんとなく柔らかくて、見てよかったなと思います。って書いてますね。っていう感じで、だいたいみんなね、こんな感じだったんですよ。だからね、そんな安住さんの批判みたいな感じのところはあんまなかったんですよね。なんかですね、民放の番組作りについての批判っていうのが多かったですからね。まあ、あと批判っていうかね、NHK を見る理由っていうのもね、結構書かれてました。こんな感じです。はい。ということで、このニュース、こんな感じでございます。しかし、あれですよ、ね、これ男性アナウンサーって言うとね、これ、なんかずっとある程度ね、人気があるなってね、これ。安住さんね、ずっとある程度こう人気があるじゃないですか。すごいなって思いますね。僕は好きか嫌いか別ですよ。あと、羽鳥さんなんかもずっと長いですよね。まあ、これも僕は好きか嫌いか別です。僕はね、ちょっと個人的にはですね、ちょっとね、怖かったり、すごい賛否両論あると思うんですけれども、やっぱりね、ちょっとね、
すげえ攻めてるなって感じで、ちょっとね、平石直之アナウンサー。これ、テレビ朝日なのかな？まあ、平石さんとは結構興味ありますけれどもね。好きっていうか、まあ、すごいなってもし興味があるって感じですからね。まあ、いろいろね、賛否両論あると思うんですけれどもね。はい、ということでですね、今日はこんなところでございます。